足利重氏足利重氏は、室町時代から、戦国時代の武将。第五代鎌倉久保、初代子が久保。父は、影響の乱で廃止した第四代鎌倉久保、足利持氏。鎌倉久保就任時期は、武案4年とする説も、有力。父持氏と、同様、鎌倉久保の補佐役である、関東関連及び、室町幕府と対立したが、持氏と異なり、 約30年間の教徳の乱を最後まで戦い抜き、関東における戦国時代の幕を開ける役割を担った。幼少期には曖昧な点が多い。陽名は長年大丸とする解説が多いが、万寿大丸とする桃瀬けさおの説が近年は支持されている。青年に関しても影響6年はあるいは影響10年とする解説が混在する。 現在広く用いられている解説を整理すると、主に次の二つになる。一つ目の説では、柿津元年の有機合戦にて、安尾丸、春尾丸の他にも、持ち氏維持の四歳のわらべが捕らえられたが、京都への連行中に、第六代将軍、足利義則が暗殺されたため、処分が実行されず、幸運にも生き延びた。この四歳のわらべを、生死とみなす。逆算すると少年は、 影響十年となる。その後、宝徳元年八月に、京都の時持ち駅邸にいた、持ち氏の維持が鎌倉に向け出達し、鎌倉久保となったとする。桃瀬けさは、以上の通説を再検証し、宝徳元年八月に、京都から鎌倉に向けて立った人は、生死ではなく弟の御事であるとした。佐藤博信も、御事を、丁尊と見直しているが、 重げうの弟とする点では同様の見解である。重げう本人は、京都ではなく、信濃から、文案2年はあるいは3年に、鎌倉に関与して、鎌倉公保となり、法徳元年6月から8月に元服したとする。佐藤はさらに、鎌倉公保就任を文案4年3月、鎌倉期間を同年8月27日と特定した。桃瀬以降の研究成果に従えば、 幼年期の経歴は次の通り。重氏は、第四代鎌倉久保、足利持氏の男子として、影響6年頃に生まれた。重氏が、まだ幼い影響11年に、父持氏は、関東官令、上杉のリ六代将軍、足利義則と対立した結果、兄の義久と共に廃止し、鎌倉久保は廃止された。その後、重氏は、 信濃作軍の大井持ち光のもとで養われる。同12年3月に、有機合戦が始まり、カキ元年4月に、下佐有機城が陥落した時に、持氏維持の安尾丸、春尾丸、重氏の弟の3人が捕らえられたが、重氏本人は戦場にはいなかった。この時、兄の安尾丸、春尾丸は殺された。やがて、重氏は文案4年3月に、鎌倉久保となり、 8月に、信濃から鎌倉に帰還した。後に、宝徳元年に元服、すなわち、6月頃に八大将軍、足利義成の返帰を与えられて、重氏という名が決まり、8月27日に、左馬頭に任じられ、同時に十五一下に除された。影響の乱の際に、鎌倉府は滅亡したが、各吉元年に、将軍、足利義成が暗殺された後、 鎌倉夫妻校の運動が開始された。越後守護の上杉傍聴や関東諸市から室町幕府への働きかけ、あるいは上杉市一門、加納から幕府への働きかけ、幕府官僚の畠山持国の指示などの結果、文案6年に鎌倉夫妻校が承認される。持氏の維持の重氏は、信濃の大井持光の下から新たな鎌倉久保として鎌倉に帰還した。 まだ年若い茂氏は、鎌倉不再行のために運動した、持ち氏求進や持ち氏方諸豪族、及び結果的には持ち氏を殺した上杉氏など、利害が相反する人々の間に置かれることになった。新しい鎌倉府では、鎌倉久保に茂氏、その補佐役の関東官令に、三内上杉家の上杉の忠が就任した。鎌倉不再行後も、茂氏の元に集まった。 旧持ち方の武将、豪族等と山内、大木谷上杉家の両上杉氏との緊張関係は改善されなかった。法徳2年4月には、三内上杉家火災の長尾影中及び、影中の向こうで大木谷上杉家火災の大田助清が重氏を襲撃する事件が発生する。重氏は、鎌倉から江の島に避難し、小山持ち千葉種章、小田持家、 宇都宮東図ならの活躍により、長尾、大田連合軍を退けた。なお、この時、上杉法の一部も重藤に加勢している。したがって、この襲撃は、長尾、大田領氏が主導したが、上杉氏の本意ではなかったと考えられる。難を逃れた重藤は、上杉則真の弟である江方の朝廷により、合戦に参加した。 大木谷、上杉、持友らを有名したが、長岡げ中、大田、助清きとの対決姿勢は崩さず、両者の処分を幕府に訴えた。幕府官僚、畠山、持ちには、茂氏の求めに応じて、上杉則真、のりざね、に対して、鎌倉紀さんを命じ、関東氏お及び三内、上杉家文国の武蔵、上野の中小武士に対して、茂氏への忠説を命じた。また、 江ノ島合戦の茂氏側先行者への感情を取り計らうなどしたが、長尾、大田領主への処罰は曖昧にされた。結局、茂氏自身は8月4日に鎌倉へ戻り、上杉の利忠は10月頃に関東官令として鎌倉に帰参した。同じ法徳2年、茂氏は鎌倉に戻った後に第初めの特性を行った。例えば、9月と10月に、 鶴岡八幡宮寺小別島が売却した土地を返却させている。関東諸国に向けて新しい鎌倉久保の権威を誇示する目的であったと考えられる。法徳三年、茂氏は十四位氏も左平正しに昇進した。京徳元年、室町幕府の官僚が畠山持国から細川勝本に変わった。勝本は鎌倉公方に対して厳しい姿勢をとり、 関東官令の取り次ぎがない書状は受け取らないと言い渡した。関東官僚を通じて、再び幕府が関東を直接統治する意思を示したものである。京都区3年12月27日に、茂内は関東官令、上杉則忠を御所に呼び寄せて暴殺した。京都では、東国から事件の知らせが届いた時、父を死に追いやった上杉氏への恨みが原因とみなされたが、 実際には、鎌倉府内部の対立が大きな要因と考えられる。この乗りただ暴殺をきっかけとして、以後約30年間に及ぶ教徳の乱が勃発する。翌教徳四年正月に、重氏は、上杉勢の長尾影中、大田助清を追って、鎌倉を侵発した。正月21日、22日の武蔵部前河原の戦いでは、上杉範り明、 大木谷上杉秋房を戦死させた。3月3日には、茂氏は下宇佐古川に到着しており、さらに各地を転戦する。敗れた上杉勢が日立小栗城に立てこもると、茂氏はさらに攻め立てて、うるう4月に小栗城を陥落させた。三内上杉家は、則りただの弟、房さを則りただの後継とし、体制の立て直しを図った。 室町幕府は、上杉氏支援を決定し、京徳四年四月に、小花園の天皇から重氏追悼の臨時とお旗を得たために、重氏は、朝敵となる。ふさは、上野平井城に入り、越後上杉氏の援軍と小栗城の廃山兵が、下付天命、忠崎山に婦人した。重氏は六月二十四日に、天命、忠崎山の西にある、現在の足利市に婦人して対抗したが、 7月には小山に移動している。一方、駿河守護、今川の利忠は、上杉市の援軍として4月3日に、京都を立ち、6月16日には鎌倉を制圧した。その後、重氏は鎌倉を放棄し、下宇佐古川を本拠地としたので、これを小学坊と呼ぶ。京都区4年6月に古川河野巣に館を設け、長六元年10月には、 修復が終わった古賀城に移った。古川を新たな本拠とした理由は、下神戸相当の広大な鎌倉久保御領所の拠点であり、経済的基盤となっていたこと、水上交通の要衝であったこと、古学坊を支持した武家、豪族の拠点に近かったことなどが挙げられている。古学坊側の武家、豪族の中でも、特に小山持ちは茂氏が後に、 兄と呼ぶほど強く信頼しており、同様に強固な支持基盤となった有気氏の存在と、合わせて、近接する古川を本拠とする動機の一つになったと、考えられる。さらに、重氏の兄弟で、八長人院門主であった、清順も自らが別当を刑務する、日光山に対抗する姿勢を見せている。重氏は幕府に対して、これは、上杉氏との抗争であり、幕府には、 範囲がないことを主張したが、回答は得られなかった。京都では京都区4年7月に、交渉、交渉3年9月には、朝6と立て続きに改元されたものの、茂氏は京都区を使用し続けて、幕府に抵抗する意思を示す。上杉勢は、交渉元年12月に下店、下付天名田崎さんの陣が崩壊し、交渉2年9月の武蔵岡部玄葛戦でも敗退したが、 長六三年頃に、伊カゴ陣を整備し、さらに、川越城、岩月城、江戸城などの甲脂肪を完成させた。一方、重氏も小賀城を中心として、直進の柳田氏を、関宿城、野田氏を、栗橋城、一色氏を、札手城、佐々木氏を、勝負城に置くなど甲脂肪を形成し、両者が拮抗するようになった。長六二年、室町幕府は重氏に対抗するため、 将軍、吉政の遺坊兄、正友を新たな鎌倉公方として投下させた。正友は伊豆堀越に留まり、ここに御所を置いたので、堀越公方と呼ばれる。以後、主に、下助、日立、下唄、数佐、安房を勢力範囲とした小学坊、伝統的豪族勢力と、主に、上野、武蔵、相模、伊豆を勢力範囲とした幕府。 堀越久保関東関連山内上杉家、大木谷上杉家勢力とが関東を東西に2分して戦い続ける。武蔵北部の大田総周辺と上野東部が主な戦場であった。この間、幕府は伊カゴエ諸大名に命じて政党軍を派遣しようとしたが、芝吉都氏は命令違反で追放され、勇気ただし朝のいる大湯では国人たちが抗争を繰り返しており、 今川の利棚の駿河期間等もあって、編成は思う様に進まなかった。堀越久保の軍事力強化を図り、正友の出事渋川義教の子、吉門に柴氏を相続させるも、義教が大北に上杉家と対立、失脚してしまいこちらも失敗した。干渉6年に幕府は今川義忠と武田信正に関東出陣を命じたが、 両者がこれに従ったかは不明。やがて京都では度重なるお家騒動を発端として、諸大名が二敗に分かれて戦い、応仁の乱が勃発、幕府は関東に軍勢を送れなくなってしまった。文明3年3月、重氏は小山市、結城市の軍勢と共に遠征して、伊豆の堀越久保を攻めたが、敗れて小賀城に撤退した。この遠征失敗の影響は大きかった。 幕府の基準命令に、小山市、小田市等の有力豪族が応じるようになったため、小賀城も安全ではなくなり、5月に、上杉勢の長尾景信が古川に向けた総攻撃を開始すると、本佐城の千葉高種のもとに退避した。しかし、上杉勢も小賀城に入るだけの力がなく、文明4年には、千葉高種、結城氏、広氏、那須助真や弟の雪、 下戸御子との支援により、茂氏は小賀城に帰還し、後に小山氏も再び、茂氏方に戻った。一方、文明八年、三内上杉家では、火災の後継争いが原因となり、長尾景春の乱が発生した。文明九年正月、長尾景春は、武蔵八方城を拠点として、上杉勢のイカゴ人を攻撃し、これを破壊したため、 対古学防行指紋が崩れる。最終的に、影春の反乱は、大木谷上杉家家祭の大田道館の活躍によって鎮圧されるが、上杉氏の動揺は大きかった。古学防税との戦いだけではなく、上杉家内部の対立や山内、大木谷両上杉市間の対立が大きな問題となったのである。文明十年正月に、 聖死と上杉氏との和睦が成立すると、長年難航していた幕府との和睦交渉も、越後守護神杉坊帝が、幕府官僚、細川正元との仲介に立つことで進展し、文明十四年十一月二十七日に、小学坊と幕府の和睦が成立した。これを、都比合体と呼ぶ。この結果、堀越久保、足利正友は、伊豆一国のみを支配することとなり、政治的には、 茂氏の鎌倉久保の地位が改めて幕府に承認されたと考えられる。都比合体の後、茂氏は朝敵の汚名から解放され、嫡男のマ氏サウジの名前も将軍吉政から一時を譲り受けた。茂氏が用いた都徳年号も教徳27年以降の記録はない。しかし、その後も古学坊と堀越久保の平立、山内、 大木谷両衛杉士官の構想勃発など不安定な状態が続き、重氏が鎌倉に戻ることはなかった。長況三年の文書にマッサージの証番が見られることから、この頃には家督を譲っていたとも考えられている。明王6年9月開示死市六64歳であったとされる。法名は犬井徹院殿久山道将。臨終の際には着死のマッサを呼び、 再び鎌倉に、感受し、関八州を取り戻すことが高校である。何にも勝るとぐらいになる。と言い残したとされる。江戸時代の極帝和金による特本乱草里見八、県伝に、小鳥川久保を、足利重氏として登場する。八賢氏たちの主君、里見義曽根は、元有機合戦の落ち武者で、八賢氏の一人、随塚篠の父、犬塚万作は、 勇気落城の後、足利春夫、安夫が家へ護送される際、身のたるいの金蓮寺で撃たれた際に、それを救おうとして果たさず、足利家に伝わる宝刀、村雨丸を預かり、後、死はこれを、足利重氏に献上するべく、古川へ赴くが、偽刀とすり替えられており、官僚、大木谷定政の密定と疑われて逃れる。は、両見と連合して、 里見軍と戦い破れて捕らえられ、篠は重氏を小釜で送っていき、途中で村雨丸を返し、重氏は篠に謝罪する。ありがとうございます。